헬라 헬라 地域から寒い地域まで世界中の海にいるよ。物の形を見分けたり、チームワークで餌を取ったり、イルカは優れた知性や能力を持っていて、それを子供に伝えていくんだよ。すごいね。 イルカやクジラの仲間は次のうちどの生き物の仲間に入るでしょうか。1番魚類、2番爬虫類。